ラベリータは、日本の競争は、2009年関東オークススパーキングレディーカップ2010年、名古屋大賞展、スパーキングレディーカップ2011年、TC 形状大阪月、エンプレス杯、スパーキングレディーカップ優勝。場名の由来はイタリア語で、真実を意味する、ラベリーター。親に2007年2008年、アメリカリーディングサイヤーのスマートストライク。 1991年、カナダ三冠馬ダンススマートリーがいる。キーンランド2007セプテンバーヤディングセールにおいて、32万ドルで落札される。芝路線では、結果を出し得ていないが、2歳時に、阪神ダート1400メートルのレコードタイムを13年ぶりに塗り替え、3歳時には、創設10回目となる、昇竜ステークスを品馬として初めて制すると、ダート路線においては、 早くから活躍していた。関東オークスでは、距離延伸を問題にせず優勝。アンブライドルズソング3区発の重賞勝利を記録。続く、スパーキングレディーカップも静止重賞に連勝となった。秋初戦、シバレースに出走となった、ローズステークスでは13着と大敗した。続く、武蔵野ステークスでは、後方から追い上げてくるものの5着だった。 本番のジャパンカップダー後では終始後方のまま13着と大敗した。続く、兵庫ゴールドトロフィーでは一番人気に押されたが、当選ブライトの3着に敗れた。2010年名古屋対象点2010年、一番人気に押されたが、最後の直線で2番手追走から2周目の、交渉面で先頭に立った、ブラボーデイジーとの競り合いに、首差で敗れ2着となった。 名古屋大象点では先段追走から2周目の交渉面で先頭に立つと直線に入っても後続の追撃を許さずアドマイアスバルに庭審査をつけて解消した。マリーンカップでは逃げる敬愛ガーベラをぴったりとマークし直線で叩き合いとなるも花さで東方ドルチェの2着に敗れた。東海ステークスでは行位でレースを進めるも直線で伸びず9着に敗れた。 続く、ブリリアントステークスでは8番人気の低評価だったが、好意でレースを進めると、最後の直線で、待ちかねに本丸との追い比べを静止解消した。スパーキングレディカップでは、中盤から、ほぼ、東方ドルチェとのマッチレースの様相で徐々に先頭に進出し、直線で突き放して、連覇を達成した。 秋初戦のシリウスステークスでは2番手追走から直線で一旦先頭に踊り出るもキングスエンブレムに交わされ2着となった。JBC クラシックでは中段から徐々に差を詰めてくるも8着に敗れた。ジャパンカップダートでは3.4番手追走も直線では伸びず7着だった。2011年は TC 形状を阪ずから始動。後位追走から直線でのミラクルレジェンドとの 叩き合いを制し、重賞5勝目を挙げた。続く、エンプレス杯は6番手をちで追走し、残り100メートルで先頭に並びかけるとゴール前の接戦を制し、重賞6勝目を挙げた。マーチステークスでは、中段の外目でレースを進めたが直線では全く伸びず14着と大敗。柏記念では先手を取り逃げ、直線で振りを遅にかわされたが2着に粘った。 先玉杯は一番人気で出走。中段のインから競馬を進めたそのまま前には届かず5着に終わった。スパーキングレディカップでは、スタンド前で先手を奪うと、一度も先頭を譲ることなく、後続に6馬審査をつけて3連覇を飾った。レディスプレリュードでは、中段7番手の位置につけ、3コーナー手前で外目から徐々に進出し直線で、 逃げたエーシンクールディを捉えたもののミラクルレジェンドに、かわされ2着。JBC レディスクラシックでは4番手で追走すると、3コーナーで徐々に前へ進出、直線で、ミラクルレジェンドとの一気打ちになったが2着に敗れた。ジャパンカップダートでは、好意でレースを進めて4着となった。12月7日付で競争場登録を抹消され、 北海道ニーカップ町のノースヒルズマネジメントで繁殖品馬となる。ありがとうございます。